後半戦は九州産業大学のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは53番の岩崎、福岡工業高校出身の3回生が務めます。宮崎大学リターナーには15番と81番が配属されました。15番は桐谷、81番は島倉。これスクイブキック、さあオンサイドキックを敢行しましたが、この判定はどうなるか。オンサイド成功です。オンサイドキックは自分たちが攻撃権を得るためにあえて蹴る短いキックです。このキックを宮崎大学抑え損ねまして、こぼれたボールを取りましたのは九州産業大学、従いまして九州産業大学の攻撃となります。さあ九州産業大学、自陣45ヤードからの攻撃に入ります。ファーストダウン10。さあまずはクォーターバックのランプレーから入りました。右オープンへ展開しまして、約2ヤードほどゲインとなっています。九州産業大学クォーターバック7番は上村、宇土高校出身の3回生。九州産業大学自陣47ヤードからセカンドダウン8。ここでホイッスル。ここで宮崎産業、失礼しました、九州産業大学後半1回目のタイムアウトを取ります。タイムアウトは先ほどのハーフタイム挟みまして、一旦リセットになっています。九州産業大学後半1回目のタイムアウトを取りました。ボールオン、自陣47ヤードからセカンドダウン8で試合が再開です。さあ今度は中央へのランプレーを敢行しました。何枠12番中央突破を図りましたが、しかしこれは宮崎大ディフェンス集まりよく1ヤードロスに変えています。九州産業大学サードダウン9となります。ボールオンは自陣46ヤード。大学ナイスディフェンス。ランニングクォーターバック7番、ショットガンフォーメーションから左にランパス攻撃を展開しようとしましたが、これを宮崎大学43番が猛襲しまして、約3ヤードロスに変えました。タックルしましたのは宮崎大学43番の藤原でした。南山高校出身の2回生。九州産業大学フォースダウン13、プレーを選択します。キャンブル。パス不成功。クォーターバックになればここでミドルゾーンへパスを投じました。ターゲットは11番でしたが、11番ディフェンスのカバー厚くパスキャッチできず、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー。九州産業大学オンサイドキックを成功させ反撃の糸口を見出しかけましたが、しかし攻撃権更新になりませんでした。攻守変わりまして宮崎大学の攻撃となります。宮崎大学相手陣42ヤードから43ヤードからファーストダウン点。ここで宮崎大学が後半1回目のタイムアウトを取ります。九州産業大学は後半最初のシーズンをオンサイドキックで確保しまして反撃の糸口となる攻撃を見出そうとしましたが、しかし攻撃権更新ならず攻守交代となったところで、現在宮崎大学が後半1回目のタイムを取っています。そのタイムアウトを解けまして試合再開となります。宮崎大学相手陣43ヤードからファーストダウン点。さあまだ行きます。ナイスラン。フルバック43番ハンドオフを受けてダイブプレー、味方ブロッカーを引き連れそのまま約9ヤードのゲインを果たしています。何幕43番は藤原、南山高校出身の2回生。宮崎大学セカンドダウン2、ボロン相手陣34ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック8番ロングパス、左オープンへのランプレーと見せかけ、そこからディープゾーンへパスを投じました。ターゲットは13番でしたが、これをしかし九州産業大学見事にパスカバーしており、パス不成功に変えています。宮崎大学サード残り2ヤード、ボールオン相手陣34ヤードの位置にあります。ナイスラン。ファースター何は95番ショットガンフォーメーションからダイレクトスタップを受けまして中央突破、見事隙間をすり抜けるように攻撃権更新としました。宮崎大学ファースター。ここで負傷者発生によるレフェリータイムアウトが取られています。見事攻撃権更新果たしました宮崎大学15番は桐谷、新宮高校出身の2回生です。続きまして、宮崎大学、敵陣25ヤード地点より、ファーストダウン残り10ヤードの攻撃です。レフェリータイムアウトを解けまして、試合再開となります。宮崎大学、相手陣24ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック8番、ここで81番にパスを投じましたが、しかしこれを九州産業大学33番が見事カバーしており、パス不成功に変えました。33番あわやインターセプトできるほどの素晴らしいカバーでした。九州産業大学33番は中ほど、江南高校出身の3回生。宮崎大学セカンドダウンテン、ボールオン相手陣24ヤード。さあ今度はクォーターバック自らキープレー、ショットガンフォーメーションから左オフタックルをつきまして約1ヤードのゲインとしています。クォーターバック8番は桐谷、福岡高校出身の4回生。宮崎大学相手陣23ヤードからサードダウン9、攻撃権更新に必要な距離は9ヤード、エンドゾーンまで23ヤードの位置にあります。パス成功、タッチアウト。クォーターバック8番、ショットガンフォーメーションからリープソンへパス、これはワイドレシーバー81番キャッチ、そしてタックル受けながらもそのままエンドゾーンで込んでタッチアウト。宮崎大学6点獲得。見事タッチアンパスを投じました。クォーターバック8番は桐谷、福岡高校出身の4回生です。そして取りましたワイドレシーバー81番は島倉、津西高校出身の2回生です。そしてこのキック成功しまして1点追加、宮崎大学35点、九州産業大学0点となりました。ここでウォーターブレイクが入ります。レフェリーによるウォーターブレイクが解けます。試合は宮崎大学のキックオフで再開する形になります。宮崎大学のキックオフキッカーは81番の島倉、津西高校2回生が務めます。九州産業大学リターナーは7番のクォーターバック上村、そして10番ワイドレシーバーのベリノが入っています。産業大学リターンに入りました。さあ抜けていくがこのリターン勢いに乗りまして、九州産業大学陣28ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から九州産業大学の攻撃となります。さあリターンにより勢いをつけました九州産業大学、この攻撃を果たして得点に実らせることができるでしょうか。九州産業大学、自陣28ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番ショットガンフォーメーションから内側に走り込んできた26番にパスを通しまして、約8ヤードのゲインとしています。ここで負傷者が発生していたためレフェリータイムアウトが入ります。見事先ほどのパスを取りましたワイドレシーバー26番は今井綺礼、川辺高校出身の3回生です。失礼しました。26番のワイドレシーバー今井綺礼でした。失礼いたしました。試合再開となります。九州産業大学、自陣37ヤードからセカンドダウン2。QBスター、クォーターバック7番、ここでパスを続けようとしましたが、宮崎大学72番が殺到しまして QB スタック、約7ヤードロスを奪いました。 QB スタックをいたしました宮崎大学72番は村上、倉敷星稜高校出身の4回生です。九州産業大学サードダウン9の状況となります。ボーロン自陣29ヤード。さあこのプレーはどのようになりますでしょうか。QB サックと判定は下されました。クォーターバック7番、プレッシャーを感じながらパスを投じようとしましたが、これを宮崎大学43番が QB サック、さらにロスとしています。 QB サックしましたは43番の藤原、南山高校出身の2回生。さあ宮崎さん、失礼しました。九州産業大学はフォース&ロングをギャンブルします。パス不成功。クォーターバック7番、右に流れてワイドレシーバー12番にパスを投じましたが、このパスはキャッチできずパス不成功に終わりました。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。九州産業大学、攻撃による打開を図らんと、ここまでノーパントシリーズすべてプレーを選択する攻撃を敢行していますが、しかし現在実らず宮崎大学のリードを許しています。対しまして宮崎大学は見事この攻撃を阻止することにより優位な位置で攻撃を展開しています。ボールオンは相手陣22ヤードからファーストダウン10。しかしここで九州産業大学ナイスディフェンス、しかしイエローフラグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んで倒すという反則をしました。この反則は危険なため非常に重大な反則として扱われます。反則発生しました地点から15ヤードの抜体、そしてファーストダウン献上という形になります。従いまして宮崎大学は15ヤード前進してファーストダウン獲得となりました。先ほど九州先ほど大学でフェイスマスクの反則があり、宮崎大学相手陣22ヤードからファーストダウン10、失礼しました、ファーストダウン。パスは成功となりましたが、イエローフラグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。しかしこの反則を宮崎大取りません。先ほどのプレー成功を選択しまして大きく前進としています。宮崎大学ファーストダウン、そしてゴール前2ヤードの地点からの攻撃に入ります。宮崎大学ファーストダウントゥーゴール。パス不成功、しかしイエローフラッグが発生しています。ディフェンスのパスインターフェアです。パスを投じるとき、前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害しました。これによりましてハーフディスタンス、残り距離の半分のバッターを受け、そしてファーストダウンのやり直しという形になります。宮崎大学ファーストダウントゥーゴール、残り1ヤード。タッチアウト。クォーターバック8番、ここでハンドオフェイからブーツレック、ブロッカーをつけずむき出しの状態で左オープンにランプレーを展開。相手ディフェンスをまくるようにそのままエンドゾーン隅に入り込んでタッチダウン。宮崎大学6点獲得。自らの足でタッチダウンを上げましたのは宮崎大学8番桐谷、福岡高校出身の4回生です。そしてトライ4ポイントのキックを決めまして1点追加。宮崎大学42点、九州産業大学0点。宮崎大学キックオフにより試合再開となります。九州産業大学リターンに入ります。リターナー10番高にも右オープンをつきまして自陣30ヤード地点の攻撃を確保しました。九州産業大学10番は紅野。宇部フロンティア大学附属香川高校出身の1回生です。九州産業大学自陣30ヤードからファーストアウト。何は12番ハンドオフ託され中央突破上がりました。しかし宮崎大学のディフェンスライン陣殺到し約2ヤードのロスとなっています。しかし果敢にも中央突破を果たそうとしました九州産業大学12番は玉井。宇部フロンティア大学附属香川高校出身のこちらも1回生です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして宮崎大学42点九州産業大学0点で攻守方向入れ替えファイナルクォーター第4クォーターに入ります。